こんにちは。永井美学塾へようこそ。塾長の永井龍之介です。今回はですね、先週先々週、千住博さんと対談をさせていただきました。ちょうど今、銀座回廊50周年記念千住博展新作と三条博之コレクションということで展覧会を開催中です。今背景にある作品が最新作のね、ウォーターフォール・オン・カラーズシリーズで、今映ってる3点プラス1、4点の、あの新作を千住さんのに書いていただきまして、本邦初公開の作品です。はい。で、前回の千住さんとの対談の中でもね、各作品について千住さんの話が出てきましたけれども、改めて作品をね、ちょっと紹介をさせていただきます。最初にこのウォーターフォール・オン・カラーズですね。で、千住さんと言いますと、ウォーターフォールシリーズということで、多くの皆様はご存知だと思います。で、今回は非常にカラーが入ってきてるんですが、永井画廊もう30年近いお付き合いという話を前回もしましたけれども、実はですね、その個展を開催するのは本当に久しぶりなんです。14年ぶりなんですね。本当に久しぶりの展覧会、ちょうど50周年ということで、千住さんもね、非常に心よく新作も含めた展覧会ということでご了解いただいて、これ素晴らしい展覧会を開催することになりました。で、特にそのウォーターフォールシリーズはですね、大体その背景がモノトーンの中に、本当にその漆黒の闇の中からその白い滝がね、自然に見えてくるという非常に幻想的な作品で展開をしてきた。で、この永井画廊でも最初のウォーターフォールの頃ですね、展示会もさせていただきましたし、折々にウォーターフォール作品を扱ってはいるんですが、よくいろんな方にですね、千住さんを扱ってますという話をすると、あ、ウォーターフォールの作家ですねって皆さん話になるんですけれども、実は千住さんの作品はですね、非常にバラエティに富んでいます。扱った作品かなり数はあるんですが、実はウォーターフォールの作品はですね、実は数としてはね、そんなに長い頃では扱ってません。特にこういう商品はですね、極めて少ないんです。先日は最初の頃は本当にもう55以上ウォーターフォールはですね、その滝の勢いを出すのは対策だということで、50号、100号、120号という対策だけだったんですね。で、ある時点からやはりその日本のこういう家屋に合う形ということで、商品になってきたんですけれども、永井画廊で扱ってきたウォーターフォールはですね、大体その対策ばかりです。節目となる最初のウォーターフォールシリーズの中のでも本当に貴重な作品、実は数点扱ってますし、その後も、美術館に収めた作品も含めてですね、ほとんど対策です。ですから商品をこういう形で展示をすること、極めて実は稀な機会なんですね。そういう意味でも非常に貴重な機会です。で、今回のそのウォーターフォール・オン・カラーズのですね、意味ですね、千住さんからも話がありましたけれども、まさにこの自然を描くということでいくと、自然は実はいろんな色彩に満ちてるわけですよね。特に日本はその四季折々という国ですから、四季ごとにいろんなその色彩が豊かな、春は桜であり、夏は新緑ですよね。そして秋は紅葉で、冬は雪景色と、非常にその、色とりどりのものが四季折々に見ることができる、この日本の自然ですよね。まさにこうしたウォーターフォール・オン・カラーズのシリーズはですね、そうしたまさに自然をそのまま絵にしている。で、今まで のウォーターフォールは外から見たウォーターフォールなんだけれども、実はこの内側から見た、ね、ウォーターフォールで、むしろ、自然界はですね、これ色彩に満ちている、まさに千住さんもおっしゃった通りですね、そうしたものを作品にするということで、非常にそれがカラフルな、本当に美しい作品の展開になったなと、素晴らしい実はシリーズが、発見があったなと思いますね。で、千住さんの話では、まだまだ実は使っていない色っていうのがもう何百種もここもあるという話でですね、このウォーターフォール・オン・カラーズがこれから実はいろいろバラエティに富んだ形で展開をしていくんじゃないかな。で、このシリーズは今年の5月に私高島屋での対策のシリーズを初めて拝見しました。ここから始まってます。ですからこれからですね、いろんな形で新たな、ウォーターフォールシリーズ千住ワールドが展開する、その最初の商品のシリーズに関われたということです。はい。それでまずこの、千住さんのですね、いろんな作品の展開の中でいろんな構図の取り方がありますよね。今回もこういう、横構図縦構図あるわけなんですけど、特にこの作品を今回いろいろメインビジュアルに使ったんですけれども、非常にこの滝のその
バラエティに富んだその流れとか、この色とりどりのイメージですよね。ここに何かその四季折々というものが全て何か、取り込まれているなというイメージがあって、非常に私もこの中ではこの作品ということで、メインビジュアルに使ったんです。他の作品もそれぞれね意味がありますけれども、最初にこの作品を紹介をさせていただきます。じゃあ次はこの縦構図ですね。で、千住さんの今までのねウォーターフォールシリーズもそうですし、このシリーズもそうなんですが、やっぱ 横構図縦構図という形で、そういかに滝の捉えるかということなんですけれども、実はこれこういった滝のモチーフだけではなくて、他の作家にも言えることなんですが、その絵の見方というか、絵の描き方、そして鑑賞者側から見た絵の見方ですよね。一番大事なのはその どういう形で絵を切り取るかなんですね。特にこれによってその画家の視点というか、画家のセンスというのが実は問われるところがあって、やっぱり千住さんがこれだけ今日本のみならず世界的にもですね評価が高いというような、その、いろんな要素があるんですが、その絵の切り取り方ですよね。でこの部分を切り取るというこの感覚がですね、私は素晴らしいなと改めいつも持ってきたところなんですけれども、改めてこういう商品の中でもね、この滝の勢いというものを生かすこの切り取り方、改めて関心をしています。で特に先ほど紹介した横のイメージが、やっぱり西洋の滝はなんとなく横のイメージがありますよね。このナイアガラの滝に代表されるように、逆に日本だとその那智の滝とかね、華厳の滝とか縦構図というイメージがありますね。でそういう意味でこの作品もなんか非常に日本的なイメージもある作品で、それが非常に勢いのある作品。そしてその先ほども話がしましたけど、この、カラーですよね。この四季折々という見方もありますし、あとその朝昼晩ですよね。その朝昼晩のそれぞれの時間帯の光の当たり方によって見え方が変わってくるとかですね、そういったものを何かその、一つの視点ではない、絶えず動いているという自然界の現象が非常にこの絵の中にも込められているなという印象がありますね。はい。でこの作品も、しかもこの6号サイズで非常にその日本の家屋にも収まりやすい大きさですし、この額装も含めたこのサイズ感というのは非常にお勧めしやすい大きさですね。今お勧めしやすいと言いましたけれども、今おそらく千住さんは今の現役で活躍している画家の中で一番実は高い方です。で今回も、新作で、発表価格も当然あるんですけれども、また実は、値段もいずれ上がるという今ことも伺ってますし、今かなと、いつも今かななんですけどね、それだけ本当に今から、最初の展覧会が1995年の1月なんですが、その時からの発表価格から見るとですね、もう何倍でしょうかね、6倍7倍、10倍近くなってるかもしれません。でそれだけの画家はいないですね今ね。でそういう意味で本当に千住さんは、それの値段にふさわしい発表をなさっているなと、改めてこの作品のシリーズを見てもですね関心をしています。はい。で次の作品もこれ同じ6号というサイズのウォーターフォールオンカラーズの1点ですね。これも先ほどと同じでこれ縦構図ですけれども、比較的なんか静かな感じがしますよね。でこれはもちろん滝のその勢いもそうなんですけれども、この背景の色も非常に何か静かなトーンというかね、この色の具合によってそのなんか銅と青とかですね、先ほど四季折々とか、あるいは一日の朝昼晩とかって話をしましたけれど、その銅と青とかですね、いろいろな自然界、あるいは人間も自然界の一部ですから、人間のさまざまな思いとかね、そういうものが非常にその絵の中に込められているな。ですからその一つのところにとどまらない、非常にその動きも感じさせる非常に深い絵ですよね。でこのウォーターフォールのシリーズ連作という形なんですけれども、連作ということで今思い出しているのが有名なモネですよね。でモネもいろんな評価があるわけなんですが、モネの評価の一つの連作っていうのがあります。有名なルワン大聖堂のね、朝昼晩によってその見え方が、光の見え方が違うということで展開をしてきている有名な連作が他にも何点かあるんですが、千住さんのこのウォーターフォールの連作もですね、そういったものも彷彿とさせるような非常にその深い内容があるなと、改めて一点一点の素晴らしさと同時に、こういったトータルで見ることでそういったことも連想させる、非常にその歴史上の名画にも並ぶにふさわしい作品内容になっているなと改めて思いましたね。
それではこのウォーターフォール・オン・カラーズ、これ最後の作品ね、こちらの作品ですけれども、これも横構図なんですが、非常にその太い滝ですよね、太い滝といいますか、何か重厚さも感じさせますし、いろいろな先ほどのそのいろんな要素という話をしましたけれども、自然界あるいは人間のさまざまな思い、人生生活の中から生まれてくるものが全て実はいろんな形でね、この絵の中を絵と交流する中で、私たちがこういう絵と向き合いながらですね、何か自分自身の思いをも何か引き出してくれるようなね、非常に懐の深さを感じますね。それからこの色彩、背景の色彩のですね、何とも言えない、味わいというかね、こういう見え方もあるんだっていうんですね、逆に教えられますよね。で、先日はまだまだいろんな色があると、発見があるという話をしていましたけれども、ここから自然界というか地球は豊かなんだなって改めて発見させられるところがありますね。で、このウォーターフォール・オン・カラーズ、非常に明るいです、非常に美しいなと改めて思ってますし、でなぜこういう作品が生まれたか、今本当にコロナがあり戦争があり経済的にもどうかっていう、世界中がね、なんか非常に何か暗い世相という話があって、だからこそこういった絵の力でね、皆さんが心豊かに過ごしてほしいなっていう先日の思いがあるという話がありまして、まさにそういったものを私は実感させられますね。歴史上本当にそのこういった豊かな絵が生まれた時代、ルネサンス時代とかですね、印象派が生まれた時代とか、戦後のポップアートとかですね、みんなそういった今歴史に残る絵画が生まれた時代背景というのは逆に非常に何か暗い世相があった。だからこそアートで皆さんをなんか力勇気づけたいという思いが、それぞれの時代の画家が思って絵を描いたものが残ってますよって話がありましたけど、まさに本当に実感させられます。改めて千住さんが今多くの人に、求められる、多くの人から、人気を受けているゆえんが、こういった作品にもね、改めて千住さんの提案が多くの人に感動を与えてくれるんじゃないかなと思って、本当に素晴らしい作品の展示ができたこと、改めて千住さんにもね、感謝をしたいところですね。はい、ここからはですね、今回非常に貴重な作品を紹介します。展覧会でその三条博之コレクションということで紹介をしていますけれども、実はこの三条さんという方は千住さんの高校時代の先輩なんですね。で、もともと美術ファンでから入ったんですけれども、千住さんとも意気投合してですね、実はベネチア・ビエンナーレでウォーターフォールで受賞する前後ぐらいまで、実はこの三条さんがかなり千住さんをサポートするっていうか、いろんな形で展覧会のプロデュースも含めてですね、サポートされていました。その中で、三条さんご自身がずっとお持ちだった貴重な作品を今回を展示させていただいています。で、千住さんがといえば、ウォーターフォールシリーズで、今やもう世界的にも知られているわけなんですが、その知られるきっかけになったのが1995年のベネチア・ビエンナーレでの、東洋人初の名誉賞受賞だったんですけれども、その名誉賞受賞に至る前段として、このフラットウォーターシリーズというものがですね、全部で16作あります。6曲一層屏風が1作と、500号が3作と、150号が12作、計16作だけです。で、これを実はニューヨークのギャラリーで1993年に発表されて、それを見た美術評論家の伊藤淳二さんが千住さんをベネチア・ビエンナーレで推薦をして、伊藤さんは前回でも紹介しましたけれども、ベネチア・ビエンナーレの日本代表のコミッショナーだったんですが、推薦をして、ウォーターフォールで世界的に知られるようになったということで、実はその出世作なんですね。出世作であると同時に、私、千住さんもお話をされていましたけど、私もそうなんですが、もうおそらく千住さんの代表シリーズではないかなと。中でも今回傑作と言われているこの2作ですね。はい、で、こちらの作品がシャープ13なんですが、これニューヨークのギャラリーガイドの実は表紙を飾っています。で、この中にちょうど展覧会のことも紹介をされていますね。ちょうどこの時に全16作の展示をニューヨークのそのマックスウェル・デビッドソン・ギャラリーというところで発表されて、大変話題になりました。この表紙になると実は大変なことなんですね。で、この作品なんですけれども、三条さんが実はこのフラットウォーターシリーズを千住さんに描いてもらうにあたって、ハワイに実はアトリエを作ってですね、そこを拠点に、
数年かけてね、ハワイに通って、まあ、そこで取材をした、中から、まあ、生み出された16作の、まあ、1作ですね。で、あのハワイのキラウエア火山、まあ、今、まあ、溶岩が残っているエリアなんですけれども、まあ、そこ実は、まあ、ほとんど人が入れない国立公園だったようなんですが、まあ、当局の許可を取って、まあ、ヘリコプターでしか行けないらしいんですね。でヘリコプターでチャーターして、で三條さんと千住さんと現地まで飛んでですね、まあ、実際に現場を見て、いやこれは非常にその、もう何十億年も46億年前の地球創生の時代がそのまま残ってるな、まさに時代がワープしたものが今見ることができると、それをなんとかその絵にする。もともと三條さんの方からね、最も新しくて最も古いものを描けないかっていう実は提案から、まあこういう絵が生まれたっていうエピソードもあるんですけれども、まさにもうなんか時空を超えたというかね、まあ、地球創生が今のもう太古がそのまま今でもあるし、これがおそらくもうまだここから先、これから何十億年も先までもおそらく続くんじゃないかなという、まさに地球の原点というかね、それが本当にもう私たちこういう絵に触れると、私たちなんか本当にちっぽけな存在でね、もう地球の歴史から見たらもう100年なんてもうわずかな時間ですからね、逆にそういったものも考えさせられるような非常に深い内容になってますね、はい、でこの溶岩のこの様子とかですね、非常にその時空を超えた、また悠久であり永遠でありというものを彷彿させる名画2作のうちの155作品ですね、はい、こちらの作品も素晴らしい作品、実はこの後で紹介するシャープさんと合わせて、これはそのニューヨークのギャラリーで発表されて以来、こういう展示会場での展示というのは実は30年ぶりのことです。これ大変貴重な機会ですね。そしてこの作品、フラットウォーターシャープさん、これ500号という大作ですね。でこれを実はこの画廊で、まあ、展示をするって話になった時に、いやこれどういう展示になるかなと思ったんですけれど、これ展示をしてみてですね、これだけ大きな作品になるとかなり絵から圧迫感を受けて画廊が小さく感じるのかなと思ったら、逆でですね、このスケール感というか非常に奥行きも感じさせる絵なので、逆に画廊がなんかむしろ広い空間を逆にここにまさにそのハワイのキラウエア火山の溶岩がですね、この銀座のど真ん中にね、なんか現出したような、非常になんか深い深くて広くて、また、悠久、先ほど悠久とか永遠という話をしましたけれど もうまさに時空間をワープするような展示空間になりましたよね。で先ほどこのフラットウォーターシリーズ全16作なんですけれども、これがですね、まあ、千住さんも、おっしゃってました、私も実は思うんですが、これ最高傑作だと思います。で特にここのところですね、ここが 見どころというかね、これ本当にその現地 の溶岩も46億年前がそのまま今私時代をワープして私たちに何か訴えかけてきてるなっていう感じもしますし、あとこの水とかこの空とかですね、この空間ですよね、非常にスケール感の大きい素晴らしい作品です。まさにフラットウォーターシリーズがあったことでベネチア・ビエンナーレの推薦になり、でベネチア・ビエンナーレで、まあ、東洋人初の名誉賞を受賞したっていう流れから、まあ、出世作という話をしましたけれども、出世作とであると同時にですね、もしかしたら、まあ、千住さんの最高傑作であると同時に、同時代に生まれたさまざまな絵画の中でもね、私はもう傑出すべき、特筆すべき、ね、作品じゃないかなと千住さんも思っているかもしれません。私もそういう印象を持っています。そういう意味でこれもですね、先ほどのシャープ13と同様に、その30年前のマックスウェル・デビッドソン・ギャラリーで発表以来のにこういった形でお披露目なんですね。で私が本当に最初に千住さんと出会った、千住さんを知ったきっかけが、このフラットウォーターシリーズの中でこの作品のですね、広告宣伝がね、日本の美術雑誌にかなりいろいろ紹介されてましたね。でそれがちょうど1993年なんですけれど、その前にももちろん作品の展示、作品のことは知ってはいたんですが、これだけの作品のスケール感というか、これ印刷物だけでも非常に何かインパクトを受けました。
これはすごい作家だなと、で千住さんと取り組んでみたいなということで、まあ、翌年千住さんとお会いをして、まあ、その後いろいろな企画で、まあ、あの現在に至ってるわけなんで、私にとっても、まあ、千住さんとの出会いご縁ができた最も実は印象に残る作品でですね、まあ、今回この三條さんがこういうあの展示をしていいということ の了解をいただけて本当に幸運だと思います。これだけのスケールのものがですね、こういったギャラリーに展示できることだけでも大変幸運だと思いますし、またこういう作品をご覧いただける機会も本当に貴重です。もう今やもうおそらく千住さん、これからもまだまだ活躍をされると思いますし、そういうことを考えてもですね、このフラットウォーターシリーズの中でもこの傑作と言われているこの2作の展示、これはもう必見というかね、おそらくこの12月のあれいろんなギャラリーでも展示をされてますけど、私はまさにこれはですね、もう世界に冠たる千住さんの絵画の傑作が銀座から発信されるということだけでもね、まあ、本当に素晴らしい機会を得たなと、千住先生そしてあのコレクターである三條さんにね、改めて感謝を申し上げたいところですね、はい。それからですね、今回の作品も今回もう本当に一点一点見どころのある作品ばかりなんですけれども、こちらですね、あの六曲一双の屏風、まあ、潮という作品です。前回千住さんとの対談の時も実はこの屏風をバックにね、まあ、2人で対談をさせていただきました。非常に何かビジュアル的にも素晴らしい素敵な空間の中での対談になったと思います。でこの作品はですね、ハワイで取材する前ですよね、まあ、波をテーマにしてますけれども、本当にスケールの大きい、まあ、その後のこのフラットウォーターであるとかですね、その後も実は波シリーズとかね、で千住さん実はね、いろんな絵を描かれてるんですけれども、初期は、まあ、ビルシリーズを描いてましたけど、それ以降は実は森であり、火山であり、滝であり、波であり、砂漠であり、というテーマで、実は私最初の頃からですね、千住さんはもう地球の山水を描く画家ということをね、結構折々に言ってたんですね。まさに本当にスケール、もう日本というところにとどまらずに、もちろんニューヨークで描いている、あるいはハワイを取材されているということももちろんあるんですけれども、まさに地球規模のね、地球の山水を描く画家ということをね、たびたび言ってたんですね。まさにこういう作品を通してもね、そのスケールの大きさというものを改めて感じます。でこの作品ですね、実はこちらに持ってきたんですけれども、1989年に、映画226という五者英雄さんが監督をなさったですね、226事件をね、テーマにした映画、これ五者監督の、まあ、最後の映画ということらしいんですけれども、まあ、それのテーマ曲を千住明さん、まあ、千住さんの弟さんですね、まあ、作曲家としても有名な方なんですけど、千住明さんが出したこの映画226の、テーマ曲を、まあ、集めたこの CD のジャケットに実はこの牛尾が使われています。これ裏表ね、こういう形で使われてるんですけれども、本当にこの多分映画にもね、イメージが非常に重なったんじゃないかなと思うんですけれど、本当にこのスケール感、これね、本当に先日のその対談の中でもこれが背景にあったことで、何か非常にその2人のね話も、先住芸術を語るにふさわしいいい場になったなと改めて思うし、これだけのものをですね、これもいわゆるシリーズではなくて、これは実は牛尾というのは1作しかないです。これはこれで非常にその波のスケール感であり、これもいわゆる神羅万象ですよね。この光で朝昼晩その光の当たり方とかね、時間帯によっていろんな見え方が変わるとか、非常にその、地球規模のね時間空間というものを感じさせ、非常にこれはもう壮大な作品ですよね。まあ、フラットウォーターシリーズももちろん壮大なんですけれど、この作品もですね、その後の千住芸術を予感させるような、ね、作品になってますね。素晴らしい作品で、この六曲一双のこの牛尾、先ほどの500号のフラットウォーター、そしてもう、150号のフラットウォーターね、これが一つの空間を飾る、これすごい実は空間になりました。この貴重な機会ね、多くの人にご覧いただければいいなと思っています。はい、ということで今回この千住博展の開催に合わせて、新作のウォーターフォールオンカラーズシリーズ、そしてフラットウォーター2点、そしてこの牛尾ですね、この展示会場を本当に
一点一点の素晴らしさももちろんなんですけど、こういう空間を通してね、この芸術のアートの素晴らしさというか、まさに絵画の力ですね、まさに千住芸術の素晴らしさを実感していただける機会になったかなと。この銀座回廊50周年ということでのこの展覧会にふさわしい、いい内容になったと思います。12月の24日まで展示をしておりますので、ぜひ多くの人にご覧いただきたいと思いますね。これなかなか実物を見ないとこのスケール感またわからない部分がありますのでね、ぜひ多くの人にご覧いただきたいですね。はい、貴重な機会ですので皆様のお越しをお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。